新潟青陵大学をお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は新潟青陵大学について解説します。この大学すごいキリのいい大学でして、1900年創立、2000年大学設置となっているんですよ。2100年が楽しみですよね。ワンチャン廃校に。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ。いつも通りですね、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地新潟県となっています。設立年2000年と、学部はこちら2つですね。こちらの後ほど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数1000名弱と、かなり小規模な大学となっています。二つ目、学費について。学費はこんな感じで、看護学部は初年度が200万弱、福祉心理学部に関しては大体136万円となっています。学費についてはこんな感じで、詳しい内訳が公開されておりますので、詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。ちなみに私立大学の平均学費は年間114万円なので、それに比較するとね、新潟青陵大学の学費は高い方ですね。三つ目、偏差値について。偏差値はね、大体40から50ですね。なんかね、この大学すべての数字がキリがいいんですよね。偏差値ランキングで言うと、全767大学中308位、私立589大学中138位と、残念ながらランキングまではキリが良くなかったです。また、これ上位半分に入っているんですけれども、福祉心理学部、臨床心理学科が引き上げてるだけですね。他の学部学科で言うとね、レベル低いですね。四つ目、有名人について。有名人は1名です。なんかね、ラジオパーソナリティの方がいます。五つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先です。全体の就職率としては 94.1% となっておりまして、業種別就職割合はこんな感じで学部別に公開されています。また主な就職先もこんな感じで学部別に一部抜粋が公開されておりますので、こちら詳しく見たい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績全体を通して見た感想といたしましては、まあ偏差値相応の就職実績なのであまり良くはないかなと思います。分野が特化はしているものの、特にね強みがあるっていうわけでもないんですよね。学歴フィルターにもかかりますし、大企業に行きたいのであればもっと上の大学に行った方がいいかなと思います。次に新潟青陵大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、キャンパスが広くて綺麗と。こちらキャンパスマップを載せています。キャンパスの広さランキングで上位に入る大学ではないんですけれども、キャンパスね広いですね。っていうのも学生数が少ないので人口密度が低いです。なので広く感じますね。二つ目、一般人は出入りできないと。新潟青陵大学オープンキャンパスの時など以外一般人は出入りできませんと。これね僕珍しいと思うんですよね。っていうのも、まあ一応一般人出入り不可っていう風な看板がある大学は多いんですけれども、基本的にね大学って一般人出入りできるんですよ。なんかね新潟青陵大学の場合はキャンパスを一般公開してないみたいですね。三つ目、周辺はのどかな田舎と。こちら周辺マップを載せています。これに関しては疑う余地もなく田舎かなと思います。まあこのマップを見てもわかりますね。はい、この動画では新潟青陵大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は東大阪大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。